米大リーグドジャース3から6カブス10日、米カリフォルニア州ロサンゼルスドジャースタジアム動画あり大谷翔平 VS 今永翔太対決の全打席に胸圧。カブス今永翔太投手31が10日日本時間11日敵地ドジャース戦に先発し7回7安打3失点の粘土を見せて13勝目3敗を挙げた。 ドジャース・大谷翔平投手30との今季2度目の対戦は夕日、1並び打ち、右姫に抑え、今季の対戦成績を5打数無安打とした3番・指名打者でフル出場したカブス・鈴木誠也外野手30は、ドジャース先発・山本義信投手26の前に2打席連続三振を喫したが、 投手が変わった3打打。席目以降に3安打同点、逆転につながる敵地打も放った。試合にはカブスが勝ったが、今永と聖夜の口からは山本と大谷を絶賛する言葉が相次いだ。この日、約3ヶ月ぶりの復帰戦だった山本について2打席連続三振を喫した聖夜は、いいピッチャーですし、今日は球数も多分決まっていて、フルで初回から飛ばしていたのは分かった。 前回よりも球のスピードも速かったですし、スプリットの落ちも良かったので、なかなかあのスピードであそこまで落差があるのは、なかなか見切れなかったので、難しかったですね、と脱帽。今永も初回の山本の3者連続三振に刺激を受けたようで、初回のピッチングを見て改めてとんでもない素晴らしい投手だなと思いましたし、今日の自分のピッチングは少なからず彼の素晴らしい投球に引っ張られたと思うので、 彼にもリスペクトの気持ちを送る必要があると思いますと称えた大谷については3打席抑えた今永ですら1つ間違えたらホームランになってもおかしくないフライだったので改めて素晴らしいスイングの持ち主だったなと思いました彼は本当に球場の雰囲気を変える力があるのでそれはたった1打席で変える力があるので とにかく今日はそういう風に雰囲気を変えさせない打席で助かったなと思います。と胸の内を明かした。同学年で仲もいい聖夜は、すごいの一言。みんなと同じだと思う。それしかなくないですか。ファンの皆さんが思っているのと同じように思っていると思う。それは全選手思っていると思う。いざ的になれば抑えなければいけないですし、なかなか難しい相手だと思いますけど。 こうやって投手陣が抑えているから勝機はある。僕はベンチで見ているだけですけど、ベンチから見ていろいろ勉強させてもらっています、と率直な思いを口にしていた。